はい皆さん、こんにちは。ヒロの g ニュースチャンネルです。えー、今日はですね、Yahoo ニュースを見てたらですね、えー、これですね、ヘズマリュウはコロナ感染した人に賠償すべき、ねえー、弁護士、大きな金額になるかもってね、書いてあるんですよ。まあ、確かに、実際今回めちゃめちゃ彼、迷惑かけまくってるじゃないですか。いつものもう何百倍みたいな、な何万倍ね、山口県から名指しでヘズマリュウって呼び捨てにされて、で、もうディズニーランドにも突して、イオンで、ね、お刺身盗んで、みたいな感じですげえことやってるんですけど、確かにこれコロナ感染した人 人から賠償されたらどうなるのかなっていうことでちょっとねあのニュース面白かったのでちょっと読んでいこうと思いましたよろしくお願いしますということで、ね、ニュースの全部ねいつも通り読んで、えー、その後に、ね、広島の感想を述べさせていただいて終わりにしようと思いますのでよろしくお願いしますじゃあちょっと読んでいきますねはい えー、迷惑系ユーチューバーとして知られるヘズマリュウ氏が新型コロナウイルスに感染し彼と接触した複数の人が感染した疑惑が持たれていると。ね、マジやばいよね。うん、感染した人が実際にヘズマリュウ氏からの、えー、ものかはまだ不明ですが、ねえー、東京、千葉、静岡、広島、山口の1都4県に滞在し愛知県の大村知事は20日ヘズマリュウ氏から感染した人が県内で7人いることを会見で明らかにしたと。 いうことですね。やばいよね。7人感染させたってお前、どういう歩く兵器だよね。うん、で、ヘズマ粒子は、えー、賠償責任があるって書いてありますね。どうなんでしょう。えしかし、ヘズマ粒子から、えー、新型コロナウイルスに感染した人は何らかの保障をヘズマ粒子から受けられるのだろうか。ね、また、感染者だけではなく、感染場所となった飲食店やえ従業員が感染した会社や施設はどうなるのだろうかとね、えー、いうことですね。うん で、ヘズマリュウ氏が賠償金を支払う必要があるのかを、例法律事務所の、えー、これは坂口弁護士かな、えー、坂口弁護士に話を聞いたということでさ,えさあ、どうなっちゃうんですかね、これヘズマリュウ氏って書いてありますけど、ヒロシがこの前の放送でヘズマリュウ氏とかね、ヘズマちゃんとかね、こいつもふざけんなよ、このヘズマリュウ、ね、ヘズマリュウちゃんよとか言ったら、犯罪者にちゃんや死をつけるとは何事だってね、怒られました。はい、まあ、ただこれ記事なんでね、読んでいきますよ。はい、すみません。はい、えー、損害賠償請求は可能って書いてあります。ででん、おお来たよ。はい、えー、ヘズマリュ氏は咳き込むというコロナの症 症状が出ていながらもあえてマスクもつけずに多くの方々との接触を繰り返していたことからえ自身の行為により他人に感染させる恐れがあることを知っていたとして損害賠償責任を負う可能性がありますということです。いういううことでですすねねねごししたたたもももん本、ね、当画面越しも怖かかっっに、ねうん ヘズマ氏との接触によってコロナに感染した方々やそれにより被害を受けた施設ヘズマ氏が利用した施設等は損害賠償請求をすることが可能です、はい、で因果関係の立証が困難だということですねしかし実際に請求に至るのは難しいというなんでよつ、ね、なんで請求できないなんで難しいの簡単でしょあんなにゲホゲホしてたんだからね本当にどんどん請求すればいいんだよねただし実際にはヘズマ氏の感染と被害との因果関係を立証することは容易ではありませんね えー、マジで簡単そうだけどね。仮に因果関係が立証できた場合、えー、賠償すべき額は相当因果関係が認められる範囲であり、えー、施設からの請求も含めたあ請求も含めたら、個人では支払いきれないような金額となる可能性もありますと。なるほどね。要は ヘズマリュウの周りにコロナに感染した人がいてそれが本当にヘズマリュウから移ったのか、ね、それが本当なのかどう立証するのかっていうことは難しいっていうことですねだからあのチャイナウイルスとかねトランプ大統領はねチャイナウイルス武漢発のウイルスだって言ってるけどそれが本当なのかみたいなことを立証するのが不可能みたいなそんな感じなんでしょうねヘズマ氏への接触により従業員が感染し何らかの不利益え例えばお店の休業や消毒作業等が発生した場合にもえ相当因果関係が認められる 場合にはは賠償すすべき対象となり得ます、はい、えー、しかしこの場合にも実際にヘズマ氏の行為と従業員の感染との間の因果関係、えー、さらにはヘズマ氏の行為とお店の損害との間の因果関係を立証するのはやはり難しいですって書いてありますね。ななんんででそんな難しいのでもさ でも確かに、ヘズマリュウから実際にウイルスが直接その人に移ったかどうかの賠償は難しいかもしれないけど、例えばイオンとかディズニーランド例えば彼ディズニーランドに行ってるじゃないですかめ。めちゃくちゃこれディズニーランドでもうこんなことやってて、あ,あの、すごいほら、やっぱりそのディズニーランドのやっぱりその安全性っていうんですか、そういうのが損なわれますよね。なんか風評被害っていうんですか、うわ、ディズニーランド行くの怖いからやめようっていう人が結構いると思うんですよ。うん。だからそこら辺でディズニーランドとか、この前の岡崎のね、 イオンとかそういうところはは賠償請求できると広瀬素人考えながら思うんですがどうでしょうかあのひろし全くそういうあの刑事事件とかねなんかそういうなんか賠償とか全く分かんないですアイフラン大学卒業なんで何にもそこでパーなんで分かんないんですけどちょっと詳しい人いたらね是非ねちょっとコメント書いていただきたいなと思います。はい で大きな賠償金になる可能性があるが、ね、可能性はあるがって書いてありますね坂、えー、口弁護士の回答によるともしヘズマリウ氏から、えー、新型コロナウイルスに感染したことが認められた場合個人では支払えないような大きな賠償金になる可能性があることが明らかになったそりゃそうだな、ね、もうなので支払えるはずないじゃんねざまあっていう感じなんですけどね、うんえー、ただ同時にヘズマリウ氏から感染した因果関係や被害を受けた施設がその被害についてヘズマリウ氏との関連があるかを立証しなければならず、えー、大村知事のコメントだけでは足りないとのこと 請求に至るまでは困難を極めるようだということですが、ちょっと諦めないで皆さん頑張って請求してほしいですね。損害賠償請求するのは自由なんですけど、確かに一生するのは困難だけど、こんだけお前俺たちに迷惑かけたんだぞということで、まず山口県が彼をカわりに対して損害賠償する。山口県だってもうすごい大変じゃないですか。もう PCR 検査から何から。もう必死になってやってた。で、知事も怒ってたし。 でもう山口県のホームページでは彼のことを呼び捨てで書いてありますからね、もう本当にヘズマリュウの兵、ね、ヘズマリュウにとなんか接触した方、お電話くださいって書いてあるし、あとはやっぱりディズニーランドとか、やっぱり彼が行った飲食店とか、そこら辺なんか諦めずにですね、もうものすごい被害を受けてると思うんですよ、風評的に。うわー、ヘズマリュウがあそこにいるわ、ディズニーランド行ったら怖いーとか、なると思うんでね、ほら新幹線とかね。もうそこら辺がですね、多分ヘズマリュウにですね、あの損害賠を請求したらどんなことになっちゃうんですかね。ねまあ、お金取れるかどうか分かりませんよ。彼がお金持 っってなかったら結局何もできないんで要は内蔵売れとかねそういうことはできないしまあ自己破産するしかないんじゃないかなと思いますけどね「俺は金ねえぞほら俺から取ってみろほら」とか言って逆にそれもネタにされちゃうからそうするとちょっと怖いよねいやだよね <laughs>「俺から取ってみろほら俺は何もねえぞ」とかねまあ確か住所も不定だし まあ何も持ってなさそうなんで、損害賠償請求しても無理かな。やっぱりあのずっとね、あの堀の中にね、いてもらった方がいいかもしれませんね。ただそれも税金ですからね、な、え、ん、ー、ともえちょっと言い難いところではございます。はい。<laughs> まあちょっとかなり残念なんですけど、まあ、損害賠償請求はできるけども、えー、彼が果たして取ることができるかというね、えー、感じですね。はい。ということでね、あのー、まあ、 今日はこのぐらいにしておきますけど、今後どうなっちゃうんですかねこれね、なんかコロナにかかって陽性だって分かって、なんか号泣して泣き崩れたっていうね、なんかそういう証言とかもあるし、なんかいろんなニュースがありすぎて、ちょっと全部紹介しきれないんですよ。だから今後もね、でもね、なんかちょっと面白いっていうか、なんか役に立ちそうなニュースがあったらですね、ちょっとやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、ということで、ね、今日はこのぐらいにしておきます。ありがとうございました。もしね、チャンネル登録とかね、していただけるとあの、またこういうネタやっていく励みになりますので、えー、もしよかったらよろしくお願いします。で、あの、何かですね、あの、なんて言うんだか、コメントとかね、 ありましたら、ぜひ、あの、この、彼の関するニュースとかですね、まあちょっと、あの、ちょっと、あの、彼に対するね、ヘズマリューに関する思い、ふざけんなこいつとかね、えー、そういう思いがあったらですね、遠慮なくコメント欄でぶちまけてください。はい、あの、結構、広ロあの、盛り上がるの好きですので、えー、どんどん書き込んでください。はい、ということで、今日はこのいにしておきます。ありがとうございました。失礼いたします。